近いよね。反則近いですかな。という印象僕はね。小泉さんなんか、うん、やっぱりアナログ聞くと聞き馴染んでるから、落ち着くんですよね。で CD は情報量やたらに多いから、奥までずっと見えるんだけど、それの 急にそういう世界初めてね体験すると違和感あるのかもしれないね。でも馴染んじゃえばどっちかっていうと CD の方が面白いかもしれない。これだけどダックとねマスタークラック両方使ってるんですよね。マスタークラック使っててなおかつデジタル信号に対してアシンクっていうのは一般的にはできないんですけど、それをたまたまこのトランスポートの元のメカとそれからそのダックとの相性の良さでそれが可能になったんで、よそさんのメーカーと組み合わせてはそう簡単にはいかないんですけど、たまたまこの組み合わせは、まあ、それが理想的にできたと。たまたまじゃん、そういう狙ったんだよ、ね、半分そうですね。たまたまもありますよね。たまたまもあるんですよ、実は。うん、CD トランスポートだったら何でもこれができるかというと、実はやればできるんですけども、うん、まあ、その辺はいずれ我々も商売の種にしようかなと思ってるんで、うん、でもやっぱりこれ考えたらさ、150万と100万でしょ。そうです。250万の CD プレイヤーだもんね。そういうことですね、うん、まあこれぐらいの人当たり前と、うん、だから通常比べるだけだったらね、45LP とそれから普通の CD 版を比べないと、うん、CD を最高にしている状態と比べてるんで、間に一つ本当あるべきなんですね。そうか、うん、それ今できないですかね。あ、できんじゃないか。やってみましょうか。ちょっとやってもらいたいから、うん、普通の CD の音、はい、よいしょ。